ゴールキーパーは永井達成、ディフェンスライン4バック右から三間、秋山、斉藤、立野、ボランチが下沢、武井、そして右に久保、左にドレ、ツートップが西村、古川となっています。そして控えメンバーには98番ジョアン・モウラ、6月末に加入しましたジョアン・モウラがリザーブメンバーに入っています。ゴールキーパーは笠原、ディフェンスラインは3バック、右に村上、左に浦上、そして中央に今日は浜田を予定しています。今日出場停止となっております市原に代わって今日は浜田を予想しています。アンカーポジション小島、ボランチインサイドハーフに石川、下口、そして2列目右にシルバ、左に泉、ツートップは藤井、杉本を予定しています。浜田は186センチの長身、非常に空中戦も強い選手です。シルバーを相手に2人で詰め寄る、ただシルバーここを突破した、そのままシュートを狙う、早速このアルトゥールシルバー殿下の宝刀ミドルシュート、もうほぼロングシュートといっていい距離から狙っていきました。ここまず3人を突破していたんですよね、非常にその力強さがありました。最低陣内高い位置で奪った、縦のパス入れる、流れたところもう一度拾って縦にボールを入れます。しっかりとさ、ここを奪ってミドルシュート、クロスバー、わずかにクロスバー、ワンタッチで、さここは藤井、シルバーに預けてシュート、ここはやや浮きました。シルバー今日2本目のシュート、ポーンとタチノが入れて左のスペース、もう一度絡みに行く、突破した大宮、さあ中央一気に小島が、アンカーの小島が運んで、さあ縦につけるオリオラさんでゴール正面、キーパー長井がしっかりと収めました。ここはキーパーの正面でしたが、さあオリオラさんで小島からのこのくさびを受けて、はその流れからシュートを放っていきました。さあ小島から供給、パッチング、防ぎました FC 大阪。さあ反転一気に、ここはうまく抜いたぞ、さあ一気に運んで増田が運んで、そのままゴール正面、仕掛けていく、仕掛けていく、増田左シュート、しっかりと止めました笠原。0対0、均衡を破る1点をつかむか FC 大阪、巻いてくるボールファーへ、頭で折り返す、胸トラップ、シュートを狙うが、ここはミートならず、最後は秋山、さあ早いリスタート、大宮、オリオラサンデーにボールが送られて、ここは2人で挟みますが、オリオラサンデーキープ、さあ杉本もスーッと上がっていく、オリオラサンデー中央へパスを送って、小島、杉本にボールが渡る、シュート、ここは長井よく止めた、ここは最後は和田でした。復帰後この即わら得点を狙っていきましたが、サッカーシルバーと競り合って、ここは奪った FC 大阪、縦にボールをつける、左サイドボールキープして、クロスが入ってくる、ファーサイドボレーシュート、最後は田中直樹飛び込んでのシュート、ここもう一度ボックス内入りますが、しっかりと永井がキャッチしています。さあ反転カウンター、一気に仕掛けていく、左サイド夏川、夏川からボックス内手を上げている夏川、そのままシュート出た、ここは笠原の好セーブ、夏川が一気にこのカウンター仕掛けていって、最後は、まあ、自身でここは狙っていきました。さあここもスペースにつないで、しっかりと三間が逃がします。ここで試合終了のホイッスル、両チーム戦い抜いた結果は勝ち点1を分け合う結果となりました。0対0スコアレスドロー、 FC 大阪ホームでこの首位を走る大宮を相手に価値ある勝ち点1。